健康保険証情報10万3000件流出、番号、氏名、名簿業者が転売。病院を受診する際に提示する健康保険証の番号や加入者の氏名、生年月日などの個人情報を約10万3000人分が流出し、名簿業者が転売していたことが29日、分かった。医療機関から受診者の個人情報が漏れて名簿業者に持ち込まれた可能性があり、厚生労働省が調査している。厚労省によると、流出が確認された個人情報は大阪府約3万7000人、奈良県約2万5000人、滋賀県約2万4000人など、近畿地方を中心に、沖縄を除く全国46都道府県にまたがる。健康保険の加入者に与えられる番号のほか、氏名、性別、生年月日、一部には、住所や電話番号も含まれていた。75歳以上の人のデータに、後期高齢者医療制度に基づく番号が付与されておらず、同制度施行の平成20年4月より前のデータとみられる。健康保険証は、公的医療保険の被保険者を示す証明書で、大手企業の従業員が入る健康保険被保険者証や、自営業者などが入る国民健康保険被保険者証などがある。流出が確認されたデータが、複数の運営主体にまたがることから、厚労省は、運営主体のデータが流出したというより、医療機関などが業務で作ったリストが流出した可能性が高いとして、データの内容や流出経路を調べている。